いつもご視聴ありがとうございます。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今年は寅年ね。そうだな。ということで、今年最初の動画は、武田信玄の子供たち、男子編。なるほど。甲斐の虎。それに武田信玄についてはこれまでの動画でちょくちょく登場はしていたんだけど、メインで扱ったことはなかったからな。確かに。この肖像画は何度も見た気がするわ。それだけ色々な家と繋がりがあったってことなんだ。でも甲斐国の位置的に、そうせざるを得なかったんだと思う。そこら辺もついでに見てみよう。よろしくお願いします。まず、信玄の子供たち一覧がこれ。男子7人、女子6人の、計13人だ。普通に考えたら多いんだろうけど、なんか少なく感じるのは私だけ？確かに、15人超えてないと少なく感じるな。そして子供たちが生まれた時の信玄の年齢がこれだ。今回は生まれた年がわからない子もいるのね。そうなんだ。生まれた順番の前後で推測してみようとも思ったんだけど、お母さんが違ってて無理だった。武田家について簡単に紹介しておくと、先祖はもともと甲斐国の守護を務める家系で、信玄のお父さん、武田信虎の代で甲斐を統一し、戦国大名の仲間入りを果たした。あと、信玄が信玄と名乗るようになるのは1559年からなんだけど、ややこしくなるのでこの動画では信玄で統一していくな。了解したわ。嫡男、義信。1538年生まれ。ちなみになんだけど、信長が1534年生まれ、秀吉は1537年生まれ、そして家康は1542年生まれ。へぇ、三英傑と同世代になるのね。うむ。同じ1538年生まれの人物だと、前田利家がいる。ということは、お父さんの信玄は戦国時代でも割と早めに活躍していたってことね。そういうことだな。1541年、事件が起きる。まだ生まれた話しかしてないのにもう事件？そうなんだ。義信のおじいちゃん、信虎なんだけど。甲斐国を統一したおじいちゃん。そう。義信のおじいちゃんは、信玄によって追放されてしまった。じいちゃんが追放。はっきりした理由はよくわからなかったんだけど、信玄と対立していたとか、家臣たちからあまりよく思われてなかったとか、度重なる遠征で、領民の負担が半端なかったとか、そんな感じだった。嫌われてたのね。甲斐統一でちょっと無理しすぎたのかしら？多分な。でもこれは無血革命と言われている。信虎が駿河の今川義元を訪ねに行った時、国境線を封鎖して帰れなくしただけなんだ。お父さんもう帰ってこなくていいよ。帰れなくなった信虎は今川義元の元で寄宿することになり、信玄が武田家の後を継ぐことになった。ここから信玄の治世が幕を開けるのね。1552年、義信が14歳の時、同盟のため今川義元の長女でいとこの霊昇院と結婚。信虎の時代から今川家とは親しかったんだけど、現在進行形で信虎がお世話になってるものね。そう。しかし、信玄の姉、長慶院が1550年に亡くなってしまった。ということは、同盟関係を存続させるために今度は今川家から嫁をもらうことにしたってことね。そうだ。ちなみに、義信のお母さん、三条の方は、今川義元のお母さん、寿恵美が公家出身で、寿恵美のつながりで今川家から武田家に、三条金寄りの事情を紹介したと言われている。へぇ、結婚相手の紹介までしてたなんて、武田と今川って本当に仲が良いのね。この時はな。そしてこの同盟は、過去動画でも話したことあるんだが、北条家を巻き込んでの抗争寸三国同盟に発展した。三国同盟が成立した後、武田、今川、北条はそれぞれ自国の領土を拡大させていく。そんな中、義信の初陣だ。1554年、この時の武田の領域はこんな感じで、信玄は、伊那郡の攻略のため出陣するんだけど、そんな中、佐久郡で反乱が起きてしまった。その反乱の平定が義信にとっての初陣だった。義信は一夜に9つも城を攻略したということで、信玄は大変満足だったという。大活躍じゃない。ちなみに、この前の年に信玄は村上義清の居城、桂尾城を攻撃しており、村上義清は落ち延びて越後の上杉謙信を頼っていた。そしてこの後起こるのが、5回にわたって繰り広げられる川中島の戦いだ。上杉謙信は村上義清のために戦ったの？そう。謙信の目的は村上義清など信州の豪族たちを元の地へ帰らせること。でも信玄は1557年には信濃の国の守護に任じられており、信州に攻め入る大義名分を得ていた。信玄の立場からすると、自分に従わない村上義清や上杉謙信から信州を守るって感じなのね。そういうことだな。5
古海も川中島で戦った信玄と謙信だが、その中で一番有名なのは1561年の戦いだ。この戦いには慶喜も参加している。かなりの激戦の末、なんとか武田軍が勝利することができたんだが、信玄の弟の信繁や、軍師の山本勘助などの名将を失ってしまった。山本勘助は啄木戦法の人ね。そうそう。それに信繁も信玄の代わりに数々の戦に総大将として出陣していて、信玄からの信頼も厚かった。信繁の死は、信玄だけでなく敵軍の謙信からも惜しまれるほどだったという。そんな感じで武田と上杉が戦っている中、前の年には今川義元が桶狭間の戦いで亡くなってしまっていた。このイベントは絶対外せないわよね。各方面へ影響を与える重大事件だもの。今川家はかなり大きな勢力だったからな。今川義元が亡くなると、信玄は駿河への侵攻を計画し始める。同盟関係だったのに、後を継いだ今川氏真との同盟関係に価値を見出せなかったんだろう。この計画に、慶喜はもう反対した。どうして？慶喜にとっては奥さんの実家だからな。それもあって、慶喜はかなり今川家寄りの考え方だったと言われている。お父さんの意見を優先するか、奥さんの実家を優先するか、難しいところね。この、今川家との同盟関係をめぐって信玄と慶喜は意見が対立。やがて、不仲になってしまった。そしてとうとう、慶喜の謀反計画が発覚する。謀反？首謀者は小津虎正という、武田家家臣で慶喜の守役を務めている人物だったんだけど、捕らえられて処刑されてしまった。そして慶喜もこの計画に加担していたということで、幽閉されてしまう。謀反って言ってもいろいろあるじゃない？暗殺しようとしたの？それとも計画してただけ？どうやら信玄を追放しようとしたみたいなんだ。お父さんと一緒のことしようとしてるじゃない。慶喜はしばらく幽閉されていたんだが、2年後の1567年に自害、29歳だった。嫡男だったのに、慶喜が亡くなってしまったので霊昇院も今川家へ返されてしまう。今川家との同盟関係は終わってしまった。そして翌年には信玄と家康は手を結び、共同で駿河侵攻を開始、今川家は大幅に弱体化してしまった。次男、劉邦、1541年生まれ。信玄が信虎を追放したのと同じ年に生まれたのね。そうだ。そして劉邦は盲目であったと言われている。そうなの？生まれつき？いや、盲目になってしまったのは1556年、16歳の時に病気にかかってしまい、それが原因で目が見えなくなってしまった。この時信玄は大変心配しており、病気が治るようにと祈願した記録が残されている。そうだったのね。なので劉邦は次男なんだけど、慶喜が自害した後も後継ぎにはならず、戦の時も留守を預かって、幼い兄弟たちの面倒を見ることが多かった。兄としてできる限りのことをしていたのね。劉邦は1561年、信濃の国の豪族、雲野幸義の娘を目取り、雲野信親と名乗るようになった。実は信虎が追放される前、雲野平の戦いという戦があって、その時、雲野幸義は戦死してしまった。そこで、信玄は雲野氏の家督を継がせるために、雲野幸義の娘を劉邦にと継がせて、劉邦が雲野氏を継ぐことになったんだ。家督相続のための結婚だったのね。ちなみに、劉邦は幼い時から仏門に入っており、劉邦、という呼び名は出家した時に与えられた名前で、本当の名前は信親なんだ。ほうほう、信玄も実は同じで、もともとは春信なんだけど、出家して信玄になっている。最初の方で呼び方を統一するって言ってたのはそういうことだったのね。1573年、信玄が亡くなり、勝頼が後を継ぐと、武田軍は織田徳川連合軍との戦いや、北条氏との戦いに明け暮れるようになり、次第に勢力が衰えていった。そしてついに信長による本格的な甲州征伐が開始される。とうとうこの時が来てしまったわ。劉邦は1582年3月7日、信長の嫡男、信忠によって殺害されたという説と、勝頼が亡くなったという知らせを聞いた日の夜、自害したという説がある。41歳だった。そういえば、慶喜は謀反の疑いで信玄より前に亡くなってしまったけど、信玄が亡くなった後も生きてた子たちはこの武田滅亡をみんな経験してるのよね。そうだ、生き延びれた子はいるのか、それはこの動画を最後まで見てもらうとわかる。それでは、次の子に移ろう。三男、信行。1543年生まれ、信行は幼くして亡くなってしまったため、情報がほとんど残っていない。いつ頃亡くなったの？1553年。まだ10歳だった。かわいそうに、
亡くなる前に西武氏を継承し、西武三郎と名乗ったらしいんだけど、詳しいことはよくわからなかった。後を継がせようとしてたってことは、亡くなったのも突然の出来事だったっぽいわね。そうだな。急な病か不慮の事故かもしれないな。それじゃあ、次の子だ。次は少し長くなるぞ。四男、勝頼。1546年生まれ。信玄の息子たちの中で一番有名な子だわ。そうだな。そしてここからお母さんが変わることに注目してほしい。ほんと、三条の方じゃなくなってる。亡くなってしまったの？いや、そういうわけではない。この、勝頼のお母さん、諏訪御用人は名前からもわかる通り諏訪氏出身だ。諏訪氏は信濃の豪族で、ずっと武田と争ってたんだけど、信虎の時代に信玄の妹、ねねが諏訪御用人のお父さん、諏訪頼重に嫁いだことで同盟関係となっていた。そのため、その後北雲の平の戦いでは、諏訪氏は信虎に味方している。信玄の妹が橋渡しとなったのね。しかし、信虎が追放された後、山の内上杉家の上杉則政が武田領に侵攻してきたことがあって、その時、諏訪頼重は上杉則政と勝手に和睦してしまった。あちゃー、とりあえず味方していたけど、実は裏切る機会を待っていたのかもしれないわね。おそらくな。そこで信玄は諏訪氏を攻めることに。結果、諏訪頼重は自害。諏訪氏は滅亡してしまった。ねねと諏訪頼重に子供はいなかったの？一応男の子がいたみたいなんだけど、消息がよくわかっていない。なので信玄は、諏訪頼重の娘を側室とし、この娘との間に生まれた男子を諏訪家の跡取りとすることに決めた。勝頼が生まれたからよかったけど、結婚するときに男の子が生まれるかどうかなんて確証ないのによく決められたわね。確かに。それもあるし、もともと敵対していた諏訪家だ。この結婚には家中からの反対意見も結構あったらしい。あと、これは余談なんだけど、諏訪家は代々諏訪大社の大法理を務めてきた家系だ。ここでは解説しないけど、古事記や日本神話に興味がある人はぜひ調べてみてくれなんだぜ。ということで、勝頼は1562年、諏訪家の家名を継いで諏訪勝頼となった。しかし、1565年、嫡男の義信が謀反の疑いで幽閉されてしまう。三男の信行は1553年に亡くなっており、次男の雄宝は1556年に病気で盲目に。そのため、勝頼が嫡男という雰囲気になってきた。そうね。順番的に次は勝頼ね。そんな中、勝頼は織田との同盟のため、信長の養女、劉松韻と結婚。とうとう信長と同盟を結ぶのね。そうだ。ちなみに、一説には義信はこの結婚に猛反対したから幽閉されてしまったとも言われている。そっか、義信は今川家の娘をめとっているから、その今川家の仇とも言える織田家との同盟は反対するわね。そうなんだよな。この頃の信濃はもうほとんど信玄の手中に収められていて、信長は美濃の国を攻略している最中だった。それで信玄はこの後駿河を攻めようとしてるから三国同盟は破綻しかけてるし、信長も美濃に集中したいから、国境線も接してるしってことで、お互い無用の戦を避けるために同盟を結ぶことにした。織田と武田はこれで目の前の敵に集中できるってわけね。劉松韻と信長の関係はこんな感じ。さっき幼女って言ったんだけど、信長の命に当たる。そして結婚から2年後、信勝が生まれる。おめでとう。しかし、劉松韻はこの出産の影響で亡くなってしまった。そこで同盟関係を存続させるために今度は信玄の五女松姫が、信長の嫡男信忠に嫁ぐことになるんだけど。その話、過去動画でもあったわね。確か婚約したけど破談になったみたいな？そうそう。まあこの話は信玄の子供たち女子編でも解説しようと思ってるので、今回はここまでで。そして劉松韻が亡くなったのと同じ年、兄である義信が自害した。勝頼は正式に嫡男と定められ、1573年、信玄が亡くなると家督を継いだ。いよいよ勝頼の時代ね。でも勝頼の苦悩は、ここから始まる。信玄は、3から4年間は和菓子を隠せ、と遺言を残していた。勝頼は、信玄は隠居したということにして、信玄が亡くなってから3ヶ月後に家督を継いだんだが、まあ普通に考えて隠し通せるわけないよな。すぐバレちゃったの？半年も隠せてないと思う。この時代、スパイ活動も活発だったからな。というか、信玄は亡くなる直前、三河方面を攻めるために出陣していたんだけど、そこで体調が悪くなり、急に引き返したんだ。だから、みんな、どうしたんだろ？ってなったと思う。まあこれだけ国も大きくなってるし、早かれ遅かれ情報はどこかから漏れてしまうわよね。そうなんだよな。
信玄がなくなったっぽい、と分かった信長は、すぐに行動を開始した。信長とは同盟関係よね？そうなんだけど、信玄は、まだ生きていた時に実は裏でいろいろ手を回しており、信長はかなり窮屈な思いをしていた。窮屈な信長、どれだけ窮屈だったかというと、信玄は、まず、三条の方の妹が本願寺権女に嫁いでいたので、そのつてを利用していた。信長が本願寺に攻めてきても信玄が背後をつくという感じで、両者は協力関係だった。ちなみに、この本願寺の勢力は、一向一揆と連携していて、上杉謙信の抑えにも役立っている。本願寺の勢力と結ぶことで両睨みを利かしてるってわけね。そして、反信長派の将軍足利義昭、浅井長政、朝倉義景、これらの人物たちと連携して、信玄は三河に侵攻したりもしていた。信長がもし家康を助けようとしても、背後から攻めてもらえばいいって寸法だな。なんてややこしい状況なの。これは信長包囲網だ。だから信玄が亡くなったと分かった信長は、真っ先に将軍足利義昭を追放し、室町幕府は滅亡。そして朝倉、浅井を攻め、さらに勢力を拡大させた。同じ頃、家康は、奥平家を武田家から離反させることに成功している。ああ、亀姫の嫁ぎ先。そうそう。このように、勝頼が後を継いだことで離反した家臣もいたが、翌年の1574年、美濃の国江名郡の明智城、それと飯浜城を攻め落とし、見事勝利している。美濃ってことは信長のところね。そう。江名郡は信濃から国境を越えてすぐのところだ。あと、家康の領地にある、高天神城も攻め落とした。高天神城は信玄でも落とせなかった城なんだ。それはすごいわね。勝頼が父信玄を越えた瞬間じゃない。そう。これには信長と家康もびっくりしたんじゃないかな。そして1575年、ついに勝頼は離反した奥平親子を攻める。勝頼時代、最も有名な長篠の戦いだ。これ、大体この辺りが軍の境目で、こっちが武田軍、この辺りが徳川軍、その後ろが織田軍って感じになってる。真ん中の柵が境界線になってるのね。ああ、この部分を少し拡大してみよう。こんな感じで、織田徳川連合軍は、柵を作って鉄砲での攻撃だ。それに対して武田軍は騎馬で戦っている。ほんと、みんな馬と槍ね。甲斐は昔から薪が発展していて、馬の産地だったんだ。だから大きな騎馬隊を編成することができて、この、武田騎馬隊、は周辺諸国から大変恐れられていた。それを、柵を作って交代で鉄砲で撃つ、という信長の新戦術が打ち破ったんだ。順調に勝ち進んでいた勝頼軍は、とうとう鉄砲隊に敗れてしまったのね。武田軍は長篠の戦いで大きく力を削がれてしまい、織田徳川連合軍は力を増した。勝頼は国力を回復させるために同盟を結ぶことに。まず、北条家。そういえば三国同盟はどうなってしまったの？吉野部が自害した翌年に信玄が駿河に侵攻したから、北条氏康も怒ってしまい、同盟は全部破棄されてしまった。でも、北条氏康が亡くなった1571年、北条氏政の代になってから北条家とは一旦和睦している。勝頼は、この関係を強化させるため、北条氏政の妹、競輪院を嫁にもらうことにした。そういえば優勝院が亡くなったままだったわね。そうそう。正室がずっと空席になっていたんだ。そして上杉家。上杉家は1578年に上杉謙信が亡くなった後、後を継いだ上杉景勝のところへ、妹の菊姫を嫁がせることにした。この、上杉との同盟については信玄の子供たち女子編で解説します。とりあえず、信玄時代ずっと戦ってきた上杉家とも、とうとう同盟を結んだのね。そうだ。このように勝頼が同盟を進めている間、信長は、石山本願寺との戦いや西国の毛利氏との戦いで忙しかったので、あまり東の方に来ることはなかった。よかった。今のうちに傷を癒しとくのよ。でも、信長は一段落したのか、とうとう東への攻略、甲州征伐を開始する。1582年2月、信長の嫡男、信忠は総大将として岐阜城を出発した。信忠は美濃から信州に入り、武田領の城を落としながら進軍していったんだけど、信州の武田軍はどんどん織田軍に投降していった。そしてついに甲府までやってきてしまう。もう着いちゃったの？そうなんだ。この間約1ヶ月ほどかな。裏切りもあったしな。勝頼は信忠が甲府に入る数日前に神父城を放棄し、天目山方面へ逃げていたんだけど、その途中でも家臣の裏切りに遭い、やがて天目山近くで織田軍に発見されてしまう。3月11日に自害。36歳だった。とうとう武田家が終わってしまったわ。
そう。この時、北条家から嫁いできていた慶林院、そして優勝院との間に生まれた嫡男、信勝も一緒に自害した。また、他の勝頼の親族や重臣たちも自害、または信忠軍によって処刑され、武田家は完全に滅亡してしまった。信玄が亡くなってから9年後のことだった。勝頼も一生懸命頑張ってたけど、時代の流れには逆らえなかったのね。やはり長篠の敗戦が痛かったんだよな。あの戦では多くの家臣を失ってしまったし、せっかく三河や遠江、美濃へ進出できていたのにそれらの領地は全て奪い返されてしまった。結果、家臣たちの負担が大きくなり、領内はますます疲弊していくばかり。勝頼はなんとか回復に努めていたんだけど、7年間じゃ時間が足りなかったんだろう。それだけ信長によるダメージが大きかったのね。五男、森信。1557年生まれ。森信は、史料によっては、信森、とされているものもあるんだけど、この動画では森信で統一していくな。どちらかは間違いとか？いや、そもそも本人が両方名乗ってる。どちらも正解なのね。森信は、詳しい時期はわからないんだけど、西名森政の次女目取り、西名森信となった。西名氏はもともと安住軍のほぼ一帯を所持する信濃の豪族で、1550年頃からは信玄に従っていたんだけど、1561年の川中島の戦いの時、上杉の計略に乗って信玄を裏切ってしまい、この時の当主だった西名森政は、武田軍に捕らえられて自害してしまった。森信は次男有宝と同じパターンで後を継いだのね。そうだ。このやり方はこの頃結構ありがちでな。このように当主をすげ替えることで大きな勢力の家臣団ごと丸々引き継ぐことができる。なるほど。その当主を自分の身内にしてしまえば敵だった勢力をすべて吸収することができるってわけね。そうだ。こうして森信は西名氏の勢力を引き継ぎ、信玄が亡くなった後は勝頼をサポートしていた。サポート内容は主に上杉関係になる。安住軍のすぐ北側が上杉領だったものね。ああ。そして、1581年には高遠城を任されることになった。この年は勝頼が新しく建設していた城、新府城が完成し、これまでの筒子ヶ崎館から移った年なんだ。勝頼による、信長対策の一環だな。この高遠城はとても重要な場所で、西は美濃、つまりは信長の領地、そして南は三河方面、家康の領地に通じている。防御の要だったってわけね。そうだ。勝頼はこの頃信長に備えるために国内を整備したり、人員配置の見直しをしていたから、これも信長対策と言える。しかも高遠城は勝頼が家督を継ぐ前に城主をしていたんだ。城主を経験しているからこそ、この場所の重要性を分かっていたのね。ああ、森信はきっと信頼されていたんだろう。しかし1582年、甲州征伐が始まると、高遠城はすぐに信忠軍に囲まれてしまった。信忠は、高遠城に籠城する森信たちに、降伏するように、と勧告するも、森信たち武田軍は拒否。しかし織田軍の猛攻には耐えられず、激戦の末、3月2日、森信は自害してしまった。25歳だった。織田軍に屈することなく、最後まで勇敢に戦ったのね。六男、信貞。信貞は、はっきりした時期はわからないんだけど、駿河の国の豪族、桂山氏元の事情淵を目取り、家督を相続した。今回は駿河なのね。そう。これまでの子たちはみんな信濃だったんだけど、信貞は駿河なんだ。桂山氏はもともと駿河の国の端っこの、この辺りでは一番大きな豪族だった。駿河なので、所属はもちろん今川家だ。しかしこの場所は三国の間で取ったり取られたりを繰り返しており、桂山氏もその都度どこに従うか、嫁をもらったり人質を出したりしながら頑張っていた。なんかかわいそうね。ああ、ずっと緊張状態で、落ち着いてたのは三国同盟の間だけだった。1568年、信玄が駿河侵攻を開始すると、北条家も今川家を助けるために侵攻してきた。端っこが危ない。この時桂山氏元は信玄に従うことにしたんだけど、この辺りは北条家に取られてしまった。あちゃー。でも信玄は新たに領地を獲得しているので、その一部を桂山氏元に与えている。よかった。その後、再び信玄によってこの辺りは奪還され、北条家との関係も一旦和睦となり落ち着いてきた。おそらくなんだけど、この頃に桂山氏元は元々の領地に戻り、信貞は桂山氏元の娘を目取ったんだと思う。情勢がある程度落ち着いてからのことだったのね。でも、その後信玄は、桂山氏元を謀反の疑いで処刑してしまった。なんと、せっかく落ち着いたところだったのに、
そして信貞は、カズラ山氏元の家督を継ぐ。その後、信貞はカズラ山城を任されていたんだけど、1582年の甲州征伐の時、改善工事にて自害。おそらくまだ20代前半だっただろう。3月15日のことだった。勝頼より後になくなってる。きっと最後の最後まで織田軍に抵抗していたのね。最後は七男、信清。とうとう最後の子ね。そうだな。やっと最後の子だ。信清は1567年、仏門に入り、寺で育ったんだけど、1578年、勝頼の命により、転属して安田氏の家名を継承することになった。安田氏は海源氏の一族だ。今回は信濃とか駿河の家じゃないのね。そうだ。これは勝頼による国力回復政策の一環で、少しでも武田一門を増やそうとしたんだろう。そして信清は、甲州征伐の後唯一生き延びることができた子なんだ。よかった、ここまで全員死んじゃってたけど、最後の最後で生き延びれた子が来てくれたわ。1582年、甲州征伐の際、信清は高野山に落ち延びて、その後、上杉景勝の正室となっていた菊姫を頼って越後の上杉家へ行き、上杉家一門に加えられた。上杉家めっちゃ優しい。上杉家はマジで神対応なんだよな。信清はその後ずっと上杉家に仕え、関ヶ原の戦いの後、上杉家が米沢に減封された後も米沢についていき、1642年に亡くなった。79歳だった。長生きできてる。ほんとよかったよな。信清は米沢武田家の祖となり、信清の死後も子孫は幕末まで上杉家に仕えている。上杉家に感謝ね。そうだな。最後の子は信玄時代、宿敵だった上杉家に助けられることになったな。信玄も謙信も、自分の次の代の子たちが助け合うことになるなんて思ってなかったでしょうね。ということで以上が信玄の子供たち7人だ。いよいよまとめね。一覧がこれだ。じゃあまずはみんながどこの家を継いだか見てみよう。一応、地域ごとに色分けしてみた。水色は信濃、青は駿河、オレンジは甲斐または武田家にゆかりのある家ってことね。そうだ。信濃が多そうって感じがしたけど、こうして見てみるとばらけてるわね。そう。それで、それぞれいつ継いだかなんだけど。こんな感じで、信濃グループは同時期に継いでた。信玄がこの時期に信濃攻略で従属させることに成功した家を、自分の子供に名跡を継がせてどんどん取り込み始めたってことだな。信玄の妹が嫁いだりもしてたけど、もちろん、信玄の身内や娘たちが嫁いだりもしてるんだけど、名跡を継がせるという方法でも身内化を始めたってことだ。確かに、嫁ぐことでの親戚関係より、自分の息子が入り込んだ方が確実な気がするわ。そうそう。それが狙いだ。それじゃあ次は、生没年を見てみよう。わかってはいたけど、自害率が高いわね。嫡男の吉信は謀反事件での自害だけど、それ以外の子は全員甲州征伐での自害だ。みんな、最後まで頑張ったのね。武田の誇り高き意志を感じるな。自害した日付順に見ていくと、3月2日、森信、3月7日または3月11日、劉邦、同じく3月11日、勝頼、そして3月15日、信貞。一番最初は信濃にいた森信ね。そう。そして高遠城を落とした織田信忠が甲府入りしたのが3月7日。劉邦は戦いの前線には出ていないだろうから、おそらく甲府にいたんだろう。それで信忠が来た日に亡くなったか、勝頼が亡くなった日ってことになるのね。そう。そして信貞は駿河から駆けつけたと考えると、一番最後になったのかもしれないな。それにしても信清はうまいこと逃げられて本当によかったわ。そうだな。甲州征伐の時、信清は19歳だった。もし見つかってたら、捕まって殺されてしまってもおかしくない年齢ね。うまいこと逃げ延びることができて本当によかった。ということで、信玄の子供たち、男子編、はここまでだぜ。次回は、信玄の子供たち、女子編。ご視聴、ありがとうございました。